今日は PGA ツアースーパーストア名古屋栄店さんに急遽来ました。今日はですね、山下さん、はい、私がクラブをちょっと買おうかなと悩んでまして、はい、そのクラブをちょっとこちらのネクステンのピンクのシャフトがやっと来ましたので、はい、こちらのシャフトに、はい、私が今悩んでるシャフト、あのクラブを入れれたらなと思ってちょっとやっていきたいなと思うんですけど、はい、一番気になってるのが、はい、パラダイム。あで、パラダイムをちょっと打ちたいなと思ってるので、はい、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、まあ、シャフト、これあれなんで、ちょっとこっちの黄色使っていきたいと思います。はい、了解しました。はい、今これが、これ私のですよね。はい、今お使いのこれキャラウェイのエピックフラッシュ、フラッシュ、はい、に 10.5 をマイナス1にしてドローポジション、はい、じゃあ打ってきます。はい、山下さんにあとはセッティングしまっていいのがあったら買います。お願いします。235ヤード。順番的には何個あるんでしたっけ、パラダイムって。3つですね。パラダイム、まあ、細かく言うと4つなんですけど、基本的にはまあ3つで、普通のパラダイムと、まあ、捕まりやすい X で、まあ、ロースピンタイプのトリプルダイヤモンドっていう3つです。うん、これがあれですよね、あの加盟店じゃなくて、なんかあれですよね。あ、そうですね、はい、セレクトショップのみです。はい、で、まずはどれから。じゃあ普通のノーマルから。はい、お任せします。パラダイムの普通の、はい、普通のやつをマイナス1度にしてドロップポジション。どうなんだろう。おお、ワンタッチ、ワンタッチしたのに、すごいですワンタッチしたのに、ワンタッチしたよ。え、これ良くないえ、良くない。これもう一択っぽいですけどえ、良くない。おお、よくない。え、よくない。え、もうこれでよくない。ね、ほぼそれでいいんですけど、ね、まあ、念のためにちょっともう一球打ちたいです。もう一球打ちたい。はい、今256ヤード。256ヤード。引っ掛けたけど、あ、でも。なこれ、なんかすごいねこれ。え、すごくない。ちょっと、え、しかもスピン量も全然いいですよね。全然いいです。それでこんだけ飛んでるんで。同じ、私同じ機械でやってますよね、さっきとちょっとなんか夜の通販番組みたいになったんですけど。で、次あの X、捕まりやすいタイプにいきます。あのパラダイムは X とかそういうの打つの初めてなんで、一回あの調布 で、はい、そのトリプルダイヤ打った時にすごい良かったっていうイメージがすごいある。はい、あ、どうぞ。これって全部顔は大きいとかちっちゃいとかないんですか。あのトリプルダイヤだけちょっとちっちゃいですね。当たりが薄いかな。当たり薄くて230も飛んでいくの。このネクスジェンとマッチングしてないですか。めちゃくちゃいいんですけど。めちゃくちゃいいんですけど飛んでるな。え、めちゃくちゃいいんですけど
皆さんの 見た感じで決めてほしい。分かんないもん。うん、よっしゃ。うん、おお。なんかでもなんかとりあえず飛ぶんですけど。分からん。じゃあトリプルダイヤモンドいきましょう。うん、全部ドローポジションになってるんですよね。そうです。マイナス1度のドローポジションですね。今のところやっぱりノーマルのタイプの方が。ノーマルが。でもなんか自分的にもノーマルが今のところなんかちょっとしっくりきてる感じが。はい、こっちの、そのトリプルダイヤのちっちゃい、ちょっとちっちゃめの顔の方が好きなんですよね。顔は。おお。おお。なんか、はい、なんかまあ、ちょっと強い球ですね、さっきよりは。弾道もちょっと抑えめの感じなので、うん、なんだろう、なんかシャフトの感じを感じました。初めて感じる。意味わかります？感じを感じました。なんかシャフトを感じる。あー、ちょっと上がっちゃった。ちょっとこっちでもこれの方がヘッド重く感じるんですよね、これ。うん、いや、すごいな。うん、すごいですよね、これ。あの、カットでいいんですけど、出しやすくしてとかじゃないですよね。大丈夫です。この時のためにヘッドがない。なんかないです。普通ですか？持ってないです。でもいつも私これ同じですよね、やってるのって。そうですよね。そうですよね。でもこれそしたら30度ぐらい変わってるんですよ。やばくない？なんか機械疑っちゃうわ。でもこれあれでしたもんね。そんなに。そう。これもいいヘッドなの。なんだ。はい。今何したんですか？今のドローポジションにしました。うん、ちょっと捕まりよくしてます。うん、ロフトは 10.5 のままです。うん、しょ。全部250超えるんで、こんな稀にないよ。これが今、10.5 のやつをヘッド変えて、トリプルダイヤの9度のやつを 10.、はい、10度ですね。10度、はい、10度にしてドローポジション、ドローポジションで打ちます。はい、おおおおおお、やばっ、おやばっ、やばっ、やばっ。キュートでしたら今すぐあります。おお。キュートでいいんじゃない。うん、上に上がっちゃった。いや、それでもはぁ、やばくない？これ今天ぷらなんですか、私。はい、私ね、クラブ買いますので、今から山下さんに持ってきてもらいたいと思います。で、顔選びをしたいと思います。じゃあ山下さん、持ってきてもらってお願いします。はい、めっちゃいっぱいあるやん。全部あのトリプルダイヤモンドの9度になってます。はい、私はあの9度にしました。はい、山下さん、私、はい、あのこういうカモとか見ても本当に分かんないんですよ。はい、ただこう構えるときに感覚で、あ、ちょっと嫌だなって思うぐらいなんで、はい、山下さんが選んでもらってもいいですか？はい、分かりました。大丈夫です。全然大丈夫です。山下さんのなんか基準で、はい、あ、ちょ、これ山下さん合わないなみたいな感じでこうやっていってもらって、はい、で、最終的なものを私が見るっていう感じにしたいと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあちょっと1本5本ありますからね。そうですね。見ていきます。山下さんはでもどっちかというと右に行くやつは、自分はでもちょっとやっぱり右行くの嫌なんで、僕もちょっと捕まった。同じですね、はい、感覚は、ね、
じゃあ分かり合えるあ、これ割といい感じです。あ、いい感じ、はい、うん、これも完全にこっち右行ってる、ね、じゃあこれは、はい、すいません、こっち、まあ、顔があるの知らなかったしな、うん、これもいい感じです。うん、ってきます。これなんかシャフトの色がいいね色であ、これももう逃げ顔なんで、これはちょっとダメです。これダメ、はい、うーん、うわぁ、うん、これもだいぶ違うんだ、ちょっと右行きそうな感じです。へ、あ、これとこれが似てる、ちょっと右行きそうな感じの、はい、この2つ結晶、じゃあこの結晶をちょっと、はい、うん、こうつけがたい感じです。うーん、本当に、うん、でも赤の方がいい？そうですね、こっちの方がいい感じです。いい感じ、はい、うん、どうですか。うん、これシール剥がせないですよね。はいすいませんうん、いい感じ、いい感じ、いい感じ、うん、うん、うん、こう右にこういう感じがないから、はい、いい感じ、うん、これにします。ありがとうございます。これで、シャフトは、はい、違うやつで、はい、これじゃないやつ、はい、お願いします。はい、山下さんのもと決まりました。9度トリプルダイヤの9度のシャフトはこれじゃなくて、私はネクステンが一番合ってるので、はい、ネクステンの EIF を入れたいと思います。でこのクラブに決定して、今度からラウンドをするときが楽しみです、はい、だってこれで本当に30度ぐらい違ったでしょ。え、違いましたよね。違いました。こんな変わんのってぐらい変わったから、めっちゃ楽しみじゃないですか、コースで。確かに。とりあえずこれで稲熊は戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。お願いします。今このクラブを買ってきましたので、今から試打式を、試打式じゃなくて、何、始球式をやりたいと思います。始球式、はい、山下さん、はい、このピンクのシャフトに、はい、このこれを入れて、で、剥がす、はい、剥がされます？え、今？開封の時今？はい、今？剥がしたことありますよね、山下さんは。あ、もちろんありますよ。やばい。どっちから剥がしたらいいんですか、これの。あ、こういうのはこう、ここから。おお、ここからやるんだ、はいどうしよう、傷つけちゃったら。今まで買ったんじゃない？クラブ、ゴルフパートナーのコーノス店で1回410を買ったことはありますけど、マジ何年ぶりだろうって感じ。うわー、怖いんだけど、指紋つけたくないんだけど、どうしよう。ちなみにコーティングとかもありますけど。あ、コーティングは大丈夫ねハードトラストみたいなやつですよね。ハードラスです。あ、そう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 、はい、じゃあはい、2番目に触るのはいいですよ。あ、1番目に触ったんで。で、これ、あ、そう、入れ替えてほしいです。はい、はい、14がこっち。はい。イナグマのクラブが出来上がりました。今山下さんから受け取って、クラブがパラダイムのトリプルダイヤ、9.0 をロフトをたたで寝かせて 10.0 にしてドローポジションにしてあります。で、こちらの重りですね。重りを14を前に、2を後ろに入れ替えてます。で、なんとシャフトはネクステン限定カラー NS210 のピンクです。のパラダイムにピンクを入れたかったんですよ。ということで、イナグマ第1球目いきたいと思います。緊張してきた。おお、ナイスドロー。やばくない？やばい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 、やばくない？え、待って、やばくない？飛びすぎじゃん待っ
ってすごいすごい待ってねすごい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 やばっやばくないこのクラブえっシアでも出てないからね、はい、これはやばっありがとうございました嬉しいやった嬉しい嬉しいやっぱ、はい、あのこうやって初めて買ってあの顔とかあるの知らなかったんでこういう顔とか選んだりとかするのってやっぱネットショッピングじゃできないじゃないですか、うんはい、何が来るか分かんないんで、うん、やっぱネットショッピングじゃなくてこういうあの店舗に来てもらって顔とかを見てあのクラブを選ぶのが大事だなと、うん、今回改めて思いましたので皆さん店舗に来て見た方がいいと思います。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。